花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日はね、金玉ということでですね、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。先週大変だったね。大変でしたね、雨でね。雨の何、花見の大川桜祭り ね、あれ大変だったけど、みんな頑張ってやってたね。頑張りました ね、でもね楽しかったですよ。でもそう、ああいうね、ちょっとアクシデントがあった方が、逆にね、そういう盛り上がるよ。盛り上がりますね。だいたいロックンロールとかさ、ブルースって、その雨の中、土砂降りの中やんなきゃ。やんなきゃってことはない。やんなきゃってことはない。開き直ってね、意外とね、楽しめましたよ。まあね、そういうことってありますよね、でもね。でも、あれじゃない、あの、今日もライブ、あなたね。そうですね、今日は、スモーキーさんで夜8時から。明日もやるの？また桜祭り12時からやります。明日も、明日いいんじゃない、今日と明日とかね。明日はいいでしょ。明日は天気ね、雨降らないと思うんで、ね、何時から？12時からですね。あの、大川川の、大川川の方、ね、あそこどこだっけ、はい、な、うん、小金町のね、アウトサイダーというお店の前の路上でやります。路上、あ、いいね、はい、俺も一回歌ったことあるよ、ウォーカーの時。ああ、そうですか。そう、あの、そういうのはなかなか、あの、隅田川のね、あの、あそこの遊覧船というか、ああいう、あの、屋形船とかもね、最近なんかお客さんいろいろ来てくれてね、すごいね、うん、すごい盛り上がってきた。ももちゃんが作ってきてくれたんで、こういうやつ、すごいね、はい、頑張ってね、やってみましょう。今日はね、金玉ということで、はい、どうしましょうか。曲ちょっと一曲聴こうかな。僕の曲でライブであんまやってないけども、はい、そろそろ始めます。ハングリーハングリー。すまし顔のグッドラッキー、街中にひしめき合う Nice to meet you、 幅を聞かせ歩く、お前はいつだって Easy、 いつだって夜になるとジャスメイキン、さっさとばらまいて、お前はいつだって Lucky、 いつだって溢れ出したマリー、マリー、心が乾く街、俺はいつだってハングリー、いつだってアジアの片隅で夢を見続けた、俺の明日は来ないのか、 I'm so hungry, so angry、oh.
ということで、いかがでしたでしょうか。ハングリーアングリーお届けしました。これはフルボディというね、金城のアルバムの中からお届けしました。今度は金玉の時でもね、今聴きながらやってたんだけども、はい、ね、ギターと歌だけでやるのもいいかもね。いいですね、かっこいいです ね、なんかね、はい、やってみましょうかね今度ね。これ作った時 A で作ったのよ。だからサビがちょっと高いんだけど、いやー A はきついでしょう。いやだってもう作った時は A で作ったのよ。そういえば昔 A でやってたのかもしれない。そう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 、きついっすよね。いやでもね、これね、この曲ってね、ラルカ・アンシエルがね、のなんか事務所の人が気に入ってくれて、うん、やろうとかいう話になってたね、大昔、ちょっと前にね、はいはい、で、なんかそのちょっとね、そういう残念になったんだけどもったいないもったいないってもったいない、ということでね、今日は金玉、のんびりやりましょうかね。のんびりできますでしょうかね。できますでしょうかね。もうごちゃごちゃですね、うん、最初からね。歌うか、歌う、うん、いや、なんかリクエスト来ました。リクエストありますよ。今あるのをちょっと、アトランタが来ましたか。なんかアトランタはね、じゃあ読みますか。じゃあ、はい、リクエストだけ読む。行きましょうか。いやいや文章読みましょうよ。アトランタ、つとも高橋さん、はい、皆様いかがお過ごしですか。この前の日曜日無事アトランタに戻ってきました。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。先週の大森のライブではアンコールで私の61回目の誕生日を祝っていただきありがとうございました。つとも、さんの誕生日だったのよ、前の日がね。でそうそうそう、それで久しぶりにね、日本で会って、ちょっとおかじと一緒に風に吹かれてっていう店でね、はいはい、やったんですけど、その時にね、ハッピーバースデーもそうなんです、やりました、ね、でミュージシャンの方々に私のためにハッピーバースデーを歌っていただける機会など、私の人生において初めての出来事で感激いたしました。ああそうですか、嬉しかった ね。もうあれはもうつとむさんだけのための風に吹かれてでしたけどね。本当ですね。いや一人しかいなかったわけじゃない。本日のリクエストはダイナマイトでお願いします。どうします？行きましょうかね。いきなり一個ずつ消化していきますか、ね。ちょっとね、中二だけ。あ、じゃあね、ちょっとね、もう一つ読みますかね。行きます？もうじゃあ。行きますよ。ダイナマイト行きましょうか。じゃあ、アトランタのストーム高橋さんのリクエストにお答えしましょう。ダイナマイト。はい、
Riverside 人よ限りの切ない恋に疲れた体と心を癒すウォーターホールダイナマイト飲み干せばいつでも心はパラダイスダウンタウンあたりのネオンが揺れるダイナマイト飲み干せばはい、ということでダイナマイトをお届けしました。勤む高橋さんのね、はい、リクエストにアトランタからいつもありがとうございます、ね、ありがとうございましたと今メールが来ました。あ、ねえ、あのね、こうやってアトランタまですごいですよね。伝わってるって感じするよね国際的でねえ違いますよ、川崎だけじゃないんだからね言っとくけど、そんな、ね、素晴らしい ねえ、でも本当にね、最初の頃は始めた頃は、まあ16年ぐらい前になるんですけども、あの金田明さんのね、はい、匿名ジュークボックスっていうので15分間の、あのコーナーをもらってたのね、はい、まあ、そういう時はそのやっぱエリアがまだ狭くて、うん、あのサイマルラジオもなかったし、そうですよ、ね、携帯で聞くことさえできなかったんだよね。多分あれでしょ、この周り20キロぐらいまでしか飛ばないですもん、ね、そうそれで川崎って広いでしょ、はい、だからもう川崎全部聞こえるわけじゃなかったのよ。そうですよね。そうだからね、誰に向かってその歌ってんだろうとかっていうのもあったし、そのなんだろう、おはがきとかね、そういうのもたくさんは来なかったので、だからちょっといろいろ迷ったけどね。それで横浜でね、俺ラジオ始めたんだって言った時にさ、ある人がお前聞こえないラジオやってどうすんのって言われたことがあったからね。それでも負けず気がついたら16年も経ってたよ。素晴らしいね。いろいろ、ね、やっぱりねありましたよね。あの大変なこともあったし、スポンサー探しにね駆けずり回ったりもしましたしね、いろいろありましたけども、いい時ばっかりじゃないですよね。そうですね。でもまあ皆さんとこうやって会ってね、おはがきもそれでなんか病気になられたり事故に遭われたりし、ね、する方とかも、やっぱお便りいただいてね、元気になりましたとか、そういうことをいただくじゃないですか。そうするとね、なんかやっぱ励みになるよね。うん、そうですよね。うん、あ、大丈夫ですか、松井さん。失礼しました。喉を潤した方がいいんじゃないですか。はいはい、どうぞ、ごめんなさい。まあでもね、そういうこともたくさんありましたけども、やっぱりこう、デビューしてね、今年もう43年になるのよ。デビュー43年、エピクソニーがデビューしたのが。やっぱり43年、あっという間にね、40周年もしてないからね。ああ、そうですよね、うん、売れてたら知ってるかもしれないからでもね、やっぱり売れるために出てきたわけだよ、うん、はっきり言って。いや、あのね、もちろんそう、売れたくないのに出てこないじゃない。そうですよね。だから売れるために来たんだけども、まあまあ、こうか不幸か、そういうなかなかヒットに恵まれなかったんだけども、うん、まあもう時が経ってね、いやこうやってなんか皆さんとお会いできたりね、うん、いろんなそのライブハウスとか立ち飲み屋さんとかでも歌うことができたし、うん、大きなホールばっかりじゃないわけじゃないですか。そうですね、うん、そういうところもいろいろありましたけども、やっぱりそういういろんな経験させていただくっていうのもね、すごくやっぱり
やっててそのやりがいもあるし、うん、あの今はなんか生きる羽になってるよね、うん、そうですよね、うん、で体調壊したりする時もあるわけだよ、うん、なんか風邪ひいたり飲みすぎだったりとか、うん、ありますよね飲みすぎが多いんだけどあれ僕でもラジオの前は飲まないようにしてますよ。前の日はいずれ、いや本当、いやちょこっと飲むけど缶チューハイ2本でやめるようにして、あ前日で外には飲みに行かないようにして、あなた結構真面目なんだね。僕は僕ちょっと僕ちゃん真面目なんだ、ね、僕ちゃん真面目なんだ意外とねえ、いやいや、体調悪くなるとそうだ ねラジオこれ生放送なんで、そうだね、うん、そうそう、だからあのいやもう俺体調悪い時の方が多いよ、うん、調子がいい時っていうのは年に何回かしかないし、うん、あの本当に体調が悪い時の方が多いですよね、うん、でもねそうやってみんな生きてきてるわけだから、うん、あのこうやって人前で歌えたりね、で、まあ、桜田君とか、まあ、あの鈴木さんとかもね、はい、あの協力してもらえてるし、まずは、まあ、松下先生がね、松田先生なんですかその先生あの困った時って先生ってつけるから、ね、松下先生って、ね、それってあのだってどうでもいい時、あなた大川栄作さん、栄作さんから松下先生、栄作さんからそこ大事なとこ松下先生って言われてるんだ、大事なとこ間違えるからね名前はダメよ、名前は間違えちゃう、うん、失礼しました、ね、ほんとほんと、大川栄作さん、ね、栄作さんですよ、うん、松下先生って言われてたんだから、ね、松下じゃ西田ですよ、その時は当時、そうそう当時は西田俊美でね、はいはい、デビューしてました、はい、西田先生もうそれは恥ずかしい、あのあれですから、いやでも、ね、失敗でなんですから、私のそれはね誰でもできることじゃないよね、いやもう怖いもの知らずですよ、そんな、だからちょうどその時だから、あの要するにあの裏方っていうかスタッフっていうか、いやもうその時はもうプロデュースとかやってたの、いやもうその時はもうデビューも決まってたの、歌も、あそう、はい、でもう間があったんでね、そのちょっと何でもやりなさいプロデュースみたいな、いや何でもやった方がいいっすよとか言って やったんだ、やらせてもらった、そう、うん、ですね、なるほど、じゃあお便りいきましょう、お便りがねちょっとこうな長いんですけど、ね、長い、うん、まあちょっとこっちからいくかな、じゃあ、うん、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、曇ってるけどポカポカした陽気の博多です、はい、お博多ミキさん、ミキさんです、先週の明石千秋さんも素敵でしたね、やっぱり音楽家というより喋、うん、りのプロといった感じの声に トークに、うん、を楽しみました、やっぱ声がね、そうそう、やっぱりね慣れてるよね、うん、20年もやってたらさ、ね、はっきりしてる、ね、はっきりしてるし、ニュースも読む方でしょ、うん、やっぱいろいろね、やっぱアナウンサーとしてもね、そうだからね、喋る時はちょっと高いんだよね声がね、そうそう、なんとなくね、ちょっと甲高い感じ、ね、なんだろう、だけど普通喋るとね、歌ってると歌ってるとちょっと低いんだよね、割とね、中低音のね、そうそう、今週は金玉、いつも通りのゆたっとした空気の中で年度最後の放送を楽しみます、ね、もうご丁寧、確かにね、3月31日ですよ、うん、もう年度末ですね、明日から4月ね、リクエストは来年度に向けて気合の入った歌声を聞きたいんで、はい、ファニーエンジェルですが、いつも通り何でも OK です、ここ元野球の WBC の話題で持ちきりでしたね、このところですよね、もともとボクシングが大好きで雑誌にコラムも書いていたし、書いてたんだ、ミキさん、ミキさん、4年くらいジムに通ったこともある自分としては、おお、そうなんだ、そうなんだ、ボクシングやってたんだ、で、WBC って世界ボクシング評議会じゃなかったっけと思ってしまいます、皆さんは楽しまれましたか、楽しみましたよね、うん、結局今月はライブ参加は17本になり破産寸前だったんで、今月はおとなしくしとこうかと思ってます、5月の3日にストリートスライダーズ再結成を武道館に見に行き、あ、来るんだ、うん、そうだね、先週ね、そうそうそう、来るって言ってましたね、そういえばね、その後はどうなるか決めてませんが、5日にはスタジオにお邪魔しようかと思ってます、これすごい、うん、これいいっすよ、でよろしくお願いしますと、今のところ他にライブの情報がないんで、はい、そうだね、その後どうするか決めてませんが、うん、ウォッカの辻君とは会いたいねって話してます、うん、桜田さん京太下のライブを楽しんでください、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとう、ね、まあ、あのよく気が利くよね、京太下のライブとか ね細かいことは気が利く、細かすぎるね、ちょっとね体でかいけど WBC って
世界ボクシング競技会 WBC なワールドベースボール、あ、私はでもね、私の場合は WBC はね、ワールドブルースカンパニーなんで、なんだライブがあります。4月20日、うん、来てください。それちょっとチラシかなんかない、うん、ありますよ、あとでね、ゆっくり、うん、あとでするの、これだってリクエスト来てるから、アニエンジェルちょっと後でやりましょうかね、あとしますか、うん、ちょっとあのすぐはね、ちょっと最近きついんだよきついって言い出したらダメでしょ、ダメだよね、よし行くかじゃんじゃあもう一度やりますか、いやちょっとバラード歌いて、いい？いいよ。ちょっとま前もリクエストいただいてたんだけども、ね、今日ももちゃん来てるけど、ももちゃんもね割と好きな曲かもしれないな。あれだね。ラストタイムブルースっていう、あれだ、ね、昔の曲だよね。随分昔の曲なんですけども。それ歌いますか？ちょっとそれを先に歌わせてください。はい。ね、これはね。アルバム、なんだっけな、これ最初の頃のアルバムだから、オン・ザ・ウィンドっていう、アルバムの中から、43年前のアルバムですね、ラスト・タイム・ブルース。お前の寝息を背中で聞いて、別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う。古い写真を焼くだろう。最後の恋になるはずだ。
はい、ラストタイムブルースというね、歌を歌わせていただきました。大丈夫そうですね、全然ね、全然大丈夫、うん、前より元気、 何が大丈夫、元気だよね、前より、前より、気のせい、いやいや気のせい、だるいのは気のせい、いやいや、なかなかね、僕もあちこちとね、首とか悪かったりするんだけど、頸椎の方はもう痛みは あんまりなくてね、うん、まあ治るものじゃないので、うん、まあずっと付き合っていかなきゃいけないっていうかね、まあ皆さんでもほら持ってるものがね、みんなあるよね、もういい年してるんだから、ね、いい年して、まあ頸椎を、まあ、結構カノースペシャルという注射を打ってもらってるんですけど、カノースペシャル、そうそう、そういうのもあるけどね、まあそういうのはだましだまし、今度ちょっと肺が今ねあんまり良くないんだけど、ちょっとね、まあいろいろリハビリとかやりながら頑張って やってますけどですね、まあお便りいきましょうか。はいはい、これね、うん、先週いただいた方ちょっと名前だけね、ラジオネームゆっきりんさん、ゆっきりんさんね、先週だから多分千秋さんのファンの方だと思います。番組中に届いたんでちょっとね紹介ができませんでしたけれども、ほうほう、あと今日は、ラジオネーム鶴見の九州男児さん、うん、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。こちら鶴見の桜は満開から散り始めて、いよいよ春到来という感じですが、寒暖差が激しい気候が続き、体がおかしくなりそうです。皆さんもご自愛ください。私事、今日31日はハローワークに出向く最終日です。明日からは新入社員研修が始まり、第二の人生がスタート、うん、まあ、よかったですね、よかったですね、ね、鶴見の九州男児さんね、はい、いつもね、ファックスいただいてね、感謝しております。はい、加納さん、皆さんに応援いただきありがとうございましたと。いい、何か応援歌などいただければ幸いです。なるほどね、応援歌、明日から新しい仕事に ね、本当によかったですね。じゃあ応援歌松下さんからいきますか、ね、なんでカナオさんって書いてあるし、カナオさん応援歌歌ってあげてください。いやいや、松下さんちょっとたまには、いやいや、応援する歌ないですよね。あるじゃん、そば屋、そば屋応援歌なの、応援歌だよ、あれは応援歌、そば屋の、ね、隅田川をね歩いてね、お花見行ったの、隅田川を ね、昨日なんかあなた丸山恵子さんと行ったんじゃない、二人で行ったんですよ、仲いいね、あんたずっと一緒もう何時間一緒だと、丸山恵子さんね、そしたらね、そこ の焼き鳥とかいろいろ焼きそばとか売ってるとこあるじゃない、うん、そこでずっとひばりさんの歌が流れててさ、あ、そうなの、そう、昔の歌をね、うん、あら、いや風情がありますねとか言ってさ、うん、なんか焼酎飲みながらそれを、焼酎飲みながら、私は飲まないけど、いや、お客さんがね、やっぱり桜見ながら、子供の頃の歌が流れてましたよ、私は町の子とかいろいろ古い歌が、私は町の子、私は町の子っていう歌が、知ってる知ってる、なんまたの子、うん、それとかいろいろね、懐かしいなと思って、チャルメラ行きましょう、チャルメラ応援歌になるのこれ、これも応援歌、大応援歌だそう、最後分かってるよね、はい、うん、はい、あ、そっか、はい、皆さんおそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、街から街へと細々ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる、おっさん太一ご機嫌、東京名物はおなじみチャルメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ屋台のチャルメラそば屋でござる、hey!
最後ってこのこと言ったんだよ。すいません。これは言ってほしかったんだよ。いやいやいや、でもやってないもんね。いや、やってないよ。やってないよ。あの、たけさんとさんで。ライブの時に AAO でね。そうだったんですね。うん、これ応援歌ということで、はい、ありがとうございました。AAO はもう最近気に入っててね、今頃。今頃ね。栄える栄えるだからね、あれ。A って。あ、そう、栄える栄える、王はこ、あの王道の王。おお、そうなんだ。そうそうそう、知らなかった。だからそのやっぱまあ戦いに向かう時とかもそうなんだけども、やっぱりそういう気持ちの確認をするわけよ。あ、だからあの大将が AA って言ったら王答える。そう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 、そうそうそうかな。そうそう、漢字書くとすごいね。そういう、そうか、漢字があるんだ。そう、なんとなく使ってたのもやっぱり意味を深く調べてみると面白いよね。よくできてるなとか思うよね、なんかね。でもきっとヘブライ語で意味が通じるかもしれない。そういうのあるよね。あ、仏教とブッダのね、あのお経とかもそうだからね。ね、あれみんなヘブライ語。あ、そうそうそう。そうあるよね。お便りもう一つあります。はい、お便り、はい、行きますかね、はいはい。これは江川さんいただきました。加納さん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。桜が満開の東京ですね。こちらも今日の暖かさで満開になりそうです。日曜日あたりは最高のお花火日和かなの岡山です。岡山ですね。さて、岡山の方が寒いのかな。ね、遅い、東京早かったんですよ、ね、今年は東京が一番早かったね、今年はね、さて、しゅんさんの岡山ライブはいよいよ1週間後となりました。菊田俊介ですね、昨日地元のラジオ番組、サテライトスタジオに出演してきました。あ、江川さんが、江川さんが出演したみたい、宣伝のために、打ち合わせもリハもなく、スタート直前に、はい、こちらの席にお座りくださいとぶっつけ本番の生放送、音楽魂と同じですよね。そうです、あの、いや、あのね、QC とかきっちりありますからね。で、大体1時間前に来ていただいて、ね、そうそうそう、でリハーサル30分やります。はい、私たち ね、はい、こんにちは桜田ですとかね、全部書いてきます。じゃあ桜田さんよろしくって、こんにちはってずっと書いてあるからね。ね、はい、見えない文字で書いてある。そうですよね、これ難しいよね、いきなり行くとね。普段聞いていない放送で、どんな流れ なのかも分からず、音楽魂なら分かるけど、緊張するし、限られた10分間で伝えたかったことが伝えられなくてグダグダでした。これほど10分が短く感じたことはありません。音楽魂があっという間の1時間なのだから10分なんてあとも言えない10分間ですねって言ってますね。で、神もみ棚田、先週読めなかったね、いつか、先週じゃなくて、神もみ棚田カフェのことは話せたのですが、しゅんさんがすごいギタリストだってことをもっともっと伝えたかったのに、一番大事なところが喋れなく、アナウンサーにいじられるわ、ペース持っていかれちゃった結果に終わりました。でも3日間のライブ日程は頑張ってお伝えしました。ありがとうございます。負けずに頑張りますと。放送が終わった後は、目の前にあったギター専門の長谷川楽器さんに勇気を出して駆け込んでフライヤーを置かせていただきました。なんとお店の方はしゅんさんのことをご存知でした。よかったです。今日は東京三軒茶屋グループフルーツムーンの配信を楽しみます。小島ブルースデーに、来られたことがある大久保しょかちゃんも出演されますね。今日ね、しょかちゃんとジュナちゃんと、セッションやってるんですよ。今日やりますね、生配信かな、見てください。いろんなことがありますが、全てを受け止めて信じて前に進むのみですね。本当に生放送って大変ですね。音楽魂を16年も
休まず続けてこられていることがどんなにすごいことか、改めて尊敬の念です、うん、ありがとうございます。素晴らしいです。いや、これからも応援しています。適当皆さん体調に気をつけて頑張って続けてくださいね、はい、と。そうですね、はい、やっぱりあの体調壊すとね、やっぱり良くないんで、うん、そうですね、うん、あのいや俺で実はね言うと肺気腫なんだ、それで肺気腫は治らないって言われる病気なんだけど、まあ、あの要するにあの肺の中の、うん、まあ、部分的にもう使えないから、うん、それは元に戻らないんだけども、うん、俺考えてみるとさ、その治らないっていうふうなことでこう落ち込むよりも、うん、残ってる細胞があるわけよ、うん、それを活性化させようと思ってんだよ、うん、それでそのだからある程度筋肉も鍛えて、うん、もちろんウォーキングとかやるんだけども、うん、あの金尾流のね呼吸法をやってるんだけど、うん、これ成功したらねみんなに教えてあげる、うん、まだ絶対治るから。でそういうふうに信じてね、うん、笑顔と、うん、笑顔をね、うん、絶やさずに、今ちょっと歩くのきついけど、うん、だからそまああの1年ぐらいしたらね、まあ、おそらくいい感じになるかもしれない、うん、まあかかるけどね、うんうん、そうね、うん、そう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 、あのタバコももうやめたからね俺、はっきり言って。でも前から言ってると思いますけど、こそっと吸い合ったわけそれはなんかそれダメだろ、ダメでしょ、うん、そう、もうあのもう即刻ダメですよ、それはね、はい、そう、あの今なんかあのあれだね、うん、言わなくていいこと言っちゃったんだ、うもう口が滑ったと思って、ずっとやめたと思ってましたよ俺には数回もニヤ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 してんだから、やめてなかったんだあれいや墓穴掘りました、金尾吉郎です。でもね、あのなんだろう、まあ、酒とかタバコとかって趣味嗜好だから周りがとやかく言う筋合いのもんじゃないのよ。まあでもいい、俺取材に一回出たことあるから、タバコの横浜の時ね、はい、あのなんかフラッシュかなんか雑誌あんじゃん、 あれの取材受けて、うん、もうすごい言ったのよ、うん、そんなこの個人の趣味嗜好にね、なんで行政がガタガタ言ってんのっていうみたいなこと言っても散々俺叩かれたことあったんだけど、うん、いやでもねやっぱ基本的には僕はそう思うよね、タバコも酒もね、そういうも、ね、個人のねあれ楽しみだから、うん、それはそれでね、そうそう、いいと思う。結局、ね、結局なんだ、何が言いたいか、何のよこれ、いやだからあの笑顔で頑張りましょうってことよ。結局タバコやめたって言いたいでしょ。そんなことはいいのと、でもでもね、これもしね、もうあの肺気腫の方って多いから、ものすごく、うん、でもしこれが俺が元気になったら、それちょっと本に書くから、うん、本に書かなくても、いや書かんでもラジオで言えばいいんだけど、早いよその方が。いやどういうやり方か分かんない、呼吸法って。いやいや、リクエストいただいてるんですけど、何ですか、ね、何ウォークイン、はい、ウォーキングオンダリストリート、だから歩くんだからいいじゃん。え、今の江川さんからですよ。江川さんよく覚えてるね、そういうめったにしない曲を。ねえ、本当ですか、ありがとうございます。どうしますか、お答えしていただけますか。ないかな、それない、ちょっと他、じゃあ CD かける、ちょっと時間探してる間、うん、あの CD かけるかね、一曲ね、一曲、あ、これ CD かけるのちょっと途中になるかもしれませんけど、これはねモーターズっていうね、徳間ジャパンの頃の、30数年前のアルバムの中からかけましょう。 New Generation、
はい、ということでですね、モーターズ、カノアジロのね、徳間ジャパンの頃の歌ですね、ニュージェネレーションをお届け しておりますけども、今日生歌やりたいんで、はい、また改めてね、これかけさせていただきます。リクエスト、どちら様のリクエストですか？笑顔さんですね。笑顔さん、ウォーキングオンザストリート。はい、ご紹介してみましょう。のリクエストにお答えしました。 Walking on the Street、 これいい曲じゃん。いい詩ですね、これ。体はいつも、ね、心心今の自分を歌って坂道を転がる。これいくつの時書いたんですか？これ若い時でしょ？
うん、いやそうでもないんだよ。あ、そうなんですか、うん、これ。やっぱ だんだん覚えられてきた時に書いたんです。これ CD にはなってない。なってないですね。これやっぱり残した方がいいですよね。うんうん、いっぱいあるんだもん。ねえ、うん、多分ももちゃん買ってくれるよね。これ結構ね、好きな人は好きな人、これいいんじゃないですか。博多の人とか結構リクエスト来てたの、好きなんだよね。昭和通りってどこでもあるけど、博多にもあるの、親子、ね、通りとか。博多って赤坂とかもあるでしょ、うん、六本、赤坂門、門だね、門っていうの、うん、六本松とか、ね、あ、六本松か。六本木じゃない、六本松だ。赤坂じゃなくて赤坂門、門なの、うん、へえ、そうそうそう。中区、え、中央区とかもある？中央区、うん、あ、中央区とかもあるんじゃないかな。確か、確か、うん、北区とか南区とかね、うん、大きな町ですもんね。いや、あのコンパクトだからね、あの、うん、空港から一番近いもんね。ね、5分ぐらいだって5分で街に行ける、そうです、空港すごい近いよ。空港から5分で行けるとこないから、ないですよね。だから街中にあのやっぱりほら基地があったから、うん、街中に作ったの空港、へ、だからものす一番近いんじゃないかな。そうなんだ、うん、だからもうすぐだよ。空港までさ何時間もかけて行くようなあれじゃないから、ね、宣伝しようか、はい、いやいやいいですよ。喋ってよ。じゃあ菊田俊介くん、あの3の宣伝しましょう。俊菊田プレゼンツね、おこれがインターナショナルブルースサミットボリューム3がね、はい、いよいよ明日明後日2日間だけなんだけど、そうかそうかそうか、うん、2日間ね。今回はねタイから、タイからのねゲストの皆さんは呼んで、はい、チャイブルース、これもチャイブルース の、 あのギターの方ね、40年 の、 あのタイの方ね、はい、芸歴を持ってます。あとはミス・マ・ナースさんね、これはボーカルです。女の子ミス・ナースね、ナースさん、はい、この方はまだ若いですね。若いブルースシンガー、あ、まあ、ジャズシンガーとかいろいろ歌ってるみたいなんですけど、私もすごく楽しみ、会うのが初めて。これはどこですか？これはね、明日は六本木バウ、うん、ロックハウス、バウハウス、バウハウスですね、はい、で、あと2日横浜のシルバーバッグ、おなじみのね、スカーのシルバーバッグ、皆さんそっち来てください、まあ、っていうかまだね、これはメインで、はい、そのあ、タイの方の メインがもうシルバーバックでやるってことね。そうですね、うん、六本木はちょっとあのゲストみたいな形ですよ。そうですね、うん、だからあのたくさん聞く方は4月2日 の、 通常のライブは2日ですね、あれ、うん、あ、シルバーバック、はい、あの館内ですね、はい、ぜひね、ぜひお願いします、はい、ということでね、ありがとうございます。で僕も4月20日になんかゲストでね、はいはい、あのこれはね、あのカナオさんね、ジドレさんと一緒にねなんか歌ってもらいたいんですけど、リトアニアのね、あの、ね、国民的バイオリニスト、はい、ジドレっていうね、はい、これは4月20日ブルース、ブルームードでやりますね。これブルースカンパニーのこれタイトル言いましょうよ、はい、まず菊田俊介ブルースカンパニー、8周年記念、そうですね、イベントということで、これは汐留ブルームード4月20日ですね、はい、でゲストは金尾城、それとはあのジドレ、はい、ね、出ます。なんとかね体調整えて僕もやりますんで、ね、何曲はねコラボしてくださいね。そらするよ、ね、今回は、ね、うん、日本リトアニア交流センターがね講演してもらってますので、ね、はい、ぜひ交流してください、はい、ね、メンバーマーティ・ブレイシードラム、はい、片野篤ベース、はい、リエリー金平キーボード、はい、菊田俊介ギターボーカルっていうね、はい、でゲストは金城ジドレ、はい、よろしくお願、はい、ね、よろしくお願いいたします、はい、ということでね、リクエストをお答えしましょう、はい、ミキさんのリクエストですね、ハニーエンジェル行きましょうか、はい、
しい奪う悲しいゲーム甘い笑顔に隠れた傷跡大丈夫ですか？全然大丈夫だね。全然大丈夫。仮病じゃないの？いやいやということでですね、あっという間のですね、はい、1時間でした、はい、金玉今日も楽しくねもう笑っちゃってるよ桜田さん、さっきまでの気弱な話は嘘のように大丈夫じゃない？まあまあまあ、ね、一生懸命頑張る、まあ、鼻息あのあれがね呼吸法それどう教えない教えないいや俺が成功したら教えるよみんなにバーッと、うん、ということでね、はい、あっという間の1時間でした。本日のお相手ははい桜田武史とはい松下俊美と金尾義郎でございました。鈴木さんもありがとうございます。ね、ももちゃんありがとうね。また See you next time。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今は